こんにちは、レトスノーンです。6月30日の3本に入る前にご連絡いたします。短期講座の値上げまであと数時間となりました。今日の夜中の0時を過ぎると値上げになります。なのでお申し込み、えー、ご希望の方は本日の23時59分ですね、えー、までにお申し込みいただければと思います。短期講座では法律知識0からたった3ヶ月で合格した方もいらっしゃいます。もしあなたが少しでもこれまでに勉強したことがある、 というのであれば、この合格した方よりも、一歩も二歩も前にいるわけですよね。つまり、今からでも逆転合格は十分可能です。逆転合格するためには、効率よく、要領よく勉強する必要があります。覚えるべき部分は覚えて、理解すべき部分は理解する。これを間違えてしまうと、一向に点数が伸びません。短期講座では、問題集を進めるだけで、この丸一と丸二が必然とできるような解説にしております。だからこそ、 弊社の問題集を進めるだけで3ヶ月ででで月一発合格できたんですね今からでも大丈夫です。本気で今年の合格を目指しているっていう方はお待ちしております。今年の合格目指して一緒に頑張っていきましょう。それでは本日の3問に入っていきます。A は B 所有の高土地を売り渡す代理権は有していないにもかかわらず C と高土地の売買契約を締結した B が C に対し A は、甲土地の売却に関する代理人であると表示していた場合、A に甲土地を売り渡す具体的な代理権はないことを C が過失により知らなかったときは、BC 間の本件売買契約は有効となる。丸かツかという問題です。一度問題考えたい方は動画ストップしていただいて、動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。まず問題文の状況としては、 B が本人、A が無権代理人、C が相手方という状況なんですね。B 本人、A が無権代理人、C が相手方という状況なんですね。で、B が C に対して、A はー土地の売却に関する代理人であると表示していたと書いてありますね。B が C に対して、この A さんは代理人ですよって言っていたと。 でも実際 A さんはこれ無権代理人なんですよね。で、無権代理人であることを C さんは過失により知らなかったって書いてあるんですよね。過失により知らなかった。つまり C さんは有過失ですよね。過失があるという状況です。で、質問内容は BC 間の本件売買契約は有効となる、丸かツかという内容なんですよ。で、ちょっと問題文の理解については短期講座で解説する流れになるんですけれども、 売買契約が有効となるかどうかについては、ここの文ですね。A は公土地の売却に関する代理人であると表示をしていた。これ代理権需要の表示という内容で、これ表券代理の一つのパターンを表しているんですね。だからここのキーワードからこれ表券代理の話だ。 表見代理の内容を使えば、ルールを使えば、これ解けるんじゃないかと考えて、表見代理の場合っていうのは、相手方が善意無過失の場合に、表見代理が成立するんですね。で、表見代理が成立すると、契約が有効になるっていう流れになるんですよ。で、今回 C は過失により知らなかったということなので、有過失ですよね。有過失ってことは、相手方は善意無過失ではないわけなので、表見代理は成立しない。 表代理が成立しななないいいから BC 間の契約はは有効ではないという流れになりますだから答えは×なんですねで。まず覚える部分で言うと、表権代理が成立する要件として、相手方は全員無課失このルールはまあ覚えなきゃいけないんですよ。だからこれは覚えてください。ただ、これは単に答えを覚えるだけじゃダメなんですね。つまりまあここ、ここだけ覚えてもダメなんですよ。ちゃんと表権代理というものを理解する必要があるんですね。で理解ができたら、類代も解けるようになるんです。 つまり、表見代理のいろんな問題が解けるようになるんですね。ただ、今回ちょっとそこまでお伝えをすると長くなりますので、短期講座の受講者さんのみ、受講者専用のメルマガでお伝えさせていただきます。で、問いにですね、宅地建物取引業者は、不正の手段により、法第3条第1項の免許を受けたことを理由に、免許を取り消された場合であっても、営業保証金を取り戻すことができる、マル×バツ×という問題です。 答えは、これ丸ですね。これは営業保証金を教託する意味から考えれば簡単にわかります。つまり、弊社の学習方針である理解学習をすれば答えを導けるということなんですね。どういうことかっていうと、そもそも営業保証金っていうのは、取引相手、お客様ですね。お客様に損害を与えてしまって、賠償金などを支払えない時のために預けておくお金です。もし、宅建業者が、 取引相手に対して200万円の損害を与えてしまったとでその時に宅建業者はお金を持っていればいいんですけどもお金がない可能性もやっぱあるんですよねそうなってくるとお金ないから払えませんだとお客さん困るわけですよそのために営業保証金を預けているんですねつまり免許取り消しになればもう業務を行いませんので今後取引することはないですよねしたがって不正手段によって免許を受けたから免許取り消しになった としても、預けていた営業保証金っていうのはもう預けておく意味がないから取り戻しができるんだっていうことなんですね。これも理由付けです。なんで悪いことして免許取り消しになったのに営業保証金を取り戻すことができるのか。この理由付けが今言った内容なんですよね。あくまでも営業保証金っていうのは損害賠償金などを払えない時に備えて営業保証金を預けておくだけなので、 免許取り消しになったっていうのであれば、もう預けておく意味ないから取り戻しができるということですね。まあ、きちんと理解しながら学習をしていきましょう。理解学習こそ合格への近道です。で、問い3です。都道府県が都市計画を決定する場合、必ずしも国土交通大臣と協議し同意を得る必要はない。丸か×かという問題です。答えは丸ですね。 都道府県が都市計画を決定しようとするとき、その都市計画が国の利害に重大な関係がある都市計画のときは、あらかじめ国土交通大臣に協議して同意を得る必要があるんですね。つまり、必ずしも大臣と協議して同意を得る必要はないってことなんですよ。これどういうことかって言ったら、大臣と協議して同意が必要なのは、国の利害に重大な関係がある場合のみなんですね。つまり、重大な関係がないのであれば、 この協議とか同意は不要だって話なんです。よって今回の問題は正しいということですね都道府県が都市計画を決定する場合必ずしも国土交通大臣と協議し同意を得る必要はないっていうのは正しいですよねこの点は細かいんですけれどもポイントですえほとんどの方が覚えられていない都市計画区域の指定と都市計画の決定この手続きの違いは必ず頭に入れておきましょう短期講座では動画で違いを解説しております そして最後にお知らせです。試験まで約3ヶ月。そろそろ実力はついてきていますでしょうか実際弊社の受講師さんは、すでに模試を行っていただいて、コンスタントに40点前後、取っていただいている方もいらっしゃいます。勉強の仕方を間違えなければ、宅建試験は4ヶ月あれば一発で合格できます。弊社の受講師さんの中でも、中卒で元飛び職、法律知識が全くゼロ。 この方は、7月中旬から受講していただいて、たった3ヶ月で一発合格しました。この方でも3ヶ月で1回で合格できる資格なんで、あなたも今年合格できます。勉強始めたはいいけれども、なかなか理解できない。解けない問題がたくさんある。今年合格できるか不安。でも絶対今年合格したい。もしあなたがそう思っているのであれば、短期集中実用カップ講座おすすめです。理解すべき内容は解説に書いてあります。 具体例考え方関連ポイント一緒に解説に書いてあります分かりづらい部分も分かりやすく噛み砕いて解説してありますもしそれでも分からない場合は直接私にご質問いただければ解説させていただきます今からでも今年あなたに合格していただく自信ありますので一緒に勉強できたら嬉しいです短期集中実用カップ講座はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますんでぜひご確認くださいあなたの受講をお待ちしております宅研合格目指して一緒に頑張っていきましょう